アンセン、ババ、ホンダタモン対ファーナス、スミス、エースです。キック、そして回転しての着地、見事な飛型点であります。飛型点の高いドロップキック、そして今度はギロチンドロップ、場外にエスケープするところ、エースが待ち構えています。ハンセンをいじめておりますジョニーエース、かつてのパートナー、鉄柵、エプロンサイドからゴロゴロとハンセンが入ってくるところ、素早いカバーです。しかしこれは返します。ハンセン、カウントは一つ。ファーナスからスミスへ蹴っていきます。ジョニー・スミス、今度はエルボー、何を持ってくるか、ジョニー・スミス、ボディスラ、そしてニュートラルコーナーです。トップロープ、ジョニー・スミス、ユニオンジャックが振ってきますが、これはかわしました。そしてハンセンから馬場への豪華絢爛のスイッチ、ネックブリーカードロップ。馬場の箱です。片指に固めましたが、ファーナスのカット。なんと言いましてもジャイアント馬場、あの21年前ジャック・ブリスコーランニングネックブリーカードロップで下しました。日本人初めての NWA チャンピオンに輝いたのがこの鹿児島です。馬場、そしてハンセンと馬場の豪華ダブルのショルダーであります。ダブルのショルダータックル、ハンセン馬場、そしておーっとジャイアント DDT、 すっぽ抜けた形になりましたが、これはもちろん威力は十分。今日はハンセンとババ6面タッグマッチでありますが、これも豪華絢爛なタッチであります。コンビを組んでおります。ハンセンとババは93年94年と世界最強タッグでコンビを組んでいます。93年は単独2位、94年は川田田植え組と同点で2位でありました。ハンセンババ組以来、全国のプロレスファンのハートを魅了しております。ハンセンとババ、キャリア合わせて57年という2人のコンビ、それに今日は本田多門が加わっているわけであります。本田多門のキャリアは2年目。本田多門も1000シリーズではアジアタッグに挑戦しました。大森、秋山に泉田と組んで挑戦しました。大森のダイビングエルボーに敗れはしましたが、見事な戦いでした。本田、おっとエプロンサイドでエースクラッシャーを受けました。本田多門、これはピンチ。そしてスミスからファーナスへ、本田はこれを見てエスケープか。場外ではジョニーエース待っています。あー、鉄柵にギロチンホイップ。さすがのプロレス原人もこれはひとたまりもありません。31歳本田多門、そしてラリアットを受けます。首を刈られました。本田です。試合の権利があるのは本田とファーナス。リング上ではファーナスが待ち受けています。エースが強引に本田をリングの上に戻して片指に固めたのファーナス。カウントは、カウントは2。6面タッグマッチ、本田がファーナスに捕まっています。リングの中央で今度はボディスラムを受ける本田、そして両の足をムンズと掴まれて、パワーあふれるボストンクラブ、これはハンセンが背後からカット。おー、いい音です。乾いた音がこの鹿児島アリーナにこだまいたしました。青コーナーはファーナスからスミスへ、10分経過しています。ジョンブリ魂あふれるジョニー・スミス、ホンダを捉えます。パイルドライバー、おっとこれはぐっさり刺さっています。そして今度はニュートラルコーナーを目指すジョニーエース、何を持ってくるか。これはハンセンが、おっとうまくジョニー・スミス、ジョニー・スミスをバランスを崩しました。ハンセン、お、そしてハンセンはスミスをどうしようというんでしょうか。場外に持っていきます。エースも入ってきている。リング上はエースとホンダです。しかし試合の権利があるのはスミスですが、おっとエースが強引にブレインバスター、おっと垂直落下式、プロレス原人ホンダタモン、さあ立ち上がれるか。さあそして場外ではハンセンが鉄柵に振られました。試合の権利があるのはスミスとホンダです。
スミスとホンダです。今場外で捕まっていたスミス、ハンセンを場外に振って、いや鉄柵に振って振りほどいて今リングの中に戻ってきました。そしてここでエースにタッチか、スミス、エースにスイッチ成功。エースが入ってきた。さあホンダをどうする。エースダリアット、そしてもう1回か、テリーゴディを見ているようです。極太のラリアットを2発を見舞いして片指に固める。カウントは2、ホンダ返しました。このシリーズパトリオットとシングルを戦いました。そしてこの後小橋とシングルも戦います。ホンダタモン、馬場社長のカットです。ホンダタモンにとっても実りの多い夏にしたい、この95年サマーアクションシリーズ。しかしホンダが捕まっています。今度はエースからファーナスへ。ファーナスがニュートラルコーナーへ詰めて体当たり、そしてこれは投げ捨てのフロントスープレックス、片エビ固めてカウントは2、返しました。7月20日新潟で世界タッグに挑戦することが決まっているファーナス、勢いを持ち込んでいきます。そのファーナスからスミスへのタッチ。さあ本田タモン、この辺りで得意の頭突き、不器用なまでに頭突きで攻めてほしい。さあそうだ、本田片膝をついてはいるが闘志は衰えません。非常にプリミティブ原始的な技ではありますが、本田の頭突き舐めてはいけません。あとジョニー・スミスのゆっくりとしたブレインバスターを受けてしまいました。本田カバーされます。カウントは2、これも返した。さあ本田、ハンセンから声がかかります。スタンディングポジションバックを取られた本田です。エルボーが届きます。そしてバックを取り返した。スープレックスも得意の本田、頭突き、そしてキック、社長へスイッチ、ババ登場。ヤシの実ありココナッツクラッシュ、フラッシュが星のように瞬いた。エースが入ってくるところも逆水平、ファーナスも血祭り。そしてジョニー・スミスには何を持ってくるか。逆水平はかわされた。ドロップキック、ババテイクダウン。ババの巨体が仰向けに倒れました。ババセカンドロープの助けを借りてゆっくり立ち上がります。バックステップする。エースが突進、エルボー、そしてもう一度ラリアット、そしてエスクラッシャーだ。危ない、ホンダの頭突き、ババを助けます。そして川津落としか、川津掛け、ナシアンスイープ、やんやの喝采であります鹿児島アリーナ。さあ馬場からハンセンへ、豪華なリレーじゃありませんか。さあロープに振って、おっと2人のハイキック、馬場16番、そしてデイからのエルボードロップ、もう一発カバーした。カウントは2。さあそしてハンセンが、馬場がハンセンを呼ぶ。ハンセンこれに応じた。エースのホイップ16本、フラッシュが眩しい。そしてハンセンがサポーターに手をかけた。ファーナスがカットに入る。ファーナスが突っかかってきます。ああしかし、おーっとハンセンの動きを読んでいました。エースとファーナス、そしてスミスが青コーナーのトップからミサイルキック、スックと立ってどうするか。ロープに飛んでくるところ蹴って DDT。 そうこうしているうちに馬場社長はニュートラルコーナーからゆっくりと戻ろうというところ、カバーに入った。15分経過。さあハンセン、馬場、ホンダタモン対エース、ファーナス、ジョニー・スミス、何を持ってくる。まず投げ捨てパワーボム、ホンダが振ってくる、ダイビングヘッドバット、カバーに入った。ホンダ、ファーナスのカットです。しかしこれはハンセンがエースとファーナスをまとめて面倒を見ます。リング上試合の権利があるのはスミスとホンダ。これはホンダと社長がスミスを料理するんでしょうか。ボディスラム、そしてヘッドバット、もう一発か。ホンダタモンプロレス源氏真骨頂。そしてバックを取る、ジャーマンか、
ジャーマンスープレックスホールド、スミスを抑えたか、カウント3、見事な勝利本田タボン、見事な勝利です本田タボン。ハンセン、ババ、ゴールデンコンビの助けを借りて見事、最後はジョニー・スミスをジャーマンスープレックス、しかもホールドで葬り去りました。